ハンガリ公園入り口菅刈公園は、東京都目黒区青葉台にある、目黒区立の公園である。周辺住民の憩いの場として知られる。当地一帯は、江戸時代は、文後国二岡藩藩主、中川市の下屋敷であったところであり、特に当家の海遊式庭園は、名所として、当時の知史にも載っており、知られていた。その後、明治時代になって、西郷隆盛の辞邸。 最後嗣道が兄流星の再起を願って、当地付近を購入した。しかし、西南戦争により流星が破壊したためそれが実現されず、当地はつ道自身の別邸として利用されることになった。当地には、フランス人レスカスの設計による洋館と書院作りの和館が並んでいた。その後に郷家は1941年に渋谷に移転し、当時の国鉄の手に渡った。 また、第二次世界大戦による空襲により、和漢が消失するなど次第に、西御邸があった頃の面影は薄くなっていった。なお残された洋館は1963年に愛知県犬山市にある明治村に移築され、現在は国の重要文化財に指定されている。その後、邸宅跡地の東側にあたる台地の部分が、 公園として整備され、当地付近の通称であった西郷山の名を付した西郷山公園として1981年5月28日に開園している。カンガリ公園のあった場所は戦後しばらく国鉄職員の宿舎などとして使用されていたが、1997年に目黒区が土地を取得、公園として整備され2001年3月31日に開園した。 東公園付近は、江戸時代の海遊式庭園があったところで、公園整備の際の調査で、その遺構が良好に保存されていたことから、公園の一部を、当時の海遊式庭園を復元する形で、整備された。面積、2万49平方メートルまた近接して、西郷山公園がある。ありがとうございます。